ネルにはお菓子や駄菓子の飾りがついている。中央に駄菓子が陳列されている。そのそばにカルベ、エプロンをつけて席に座り新聞を読んでいる。反対側に剣と福本小池や、福本手には駄菓子を抱えている。袖から覗いている。いいか、俺たちの教えた通りにするんだ。うん、大丈夫、栗子さんならできます。うん、よし、行ってこい。すいません。いらっしゃい。これください。あいよ。なんだい。いえ。はい、1000円ね。1000円。剣は福本を見る。福本、剣に頑張るよ合図を送る。バカにしないでよ、おばちゃん。駄菓子で1000円なんていくらなんでも高い高い。もう、いくらなら買うね。250円。ほっほっほっほ。そんな値段で売っていたらあたいの家族餓死しちまうよ。ここで気負けしてはいけない。じゃあ他の店で買おうかな。 OKOK。 私は痛いけな小学生の味方だよ。700円にしてやろう。よし、食いついてきた。さ、300円にしろよ。値段交渉開始。700、350、700、450、700、550、700。そっちも下げてくださいよ。けんちゃん頑張れ。650、700、680、700、700。だー、前借り。カット。小池屋さん、一応測定取って。はい。小池屋、何やら不思議な装置で県の小学校時代の測定を始める。栗子さん、何引き下がってるんですか。すいません。そうでもいいか、駄菓子屋のおばちゃん相手に値切る、それがポイントなんだから。でもそっちも下げてくれないから。下がらないな。あれ程度の熱量では全然下げられない。おばちゃんが持つ子供を跳ねのけるオーラ、それを踏み越えてきてくれないと。解消したいんでしょ、小学校時代不足。はい。だったら頑張ってくれないと、踏み越えてくれないと。終わりました。どうだ。ダメですね。やはりそうか。難しいな。ちょっと休憩するか。はい。すいません。ああ、謝ることないですよ。栗子さんみたいな人のためにこういう研修があるんですから。あ、どうも。小池屋です。小池屋英子。あ、小池屋さん、頑張りましょうね。はい。そうは言ってものんきにはしてられないからね。小学校時代不足はブルボン。ブルボン。あ、福本の福とボンスケのボンでブルボン。ああ、知り合いだったんですか。同期入社ってさ。なん。あ、へえ。それでそんなに大変なんですか、小学校時代不足って。ええ、小学校時代が不足している人は仕事と遊びの切り替えができないため、過労死になる確率が通常よりも高いことがとある研究から分かっています。死？だからこのまま放っておけば君は確実に死ぬ。そう、コーラを飲んだらゲップが出るっていうくらい確実に。甘く見れないよ、小学校時代不足。会社もこのことを重く見て、それでカルベさんを中心に会社が研修グループを作ることになったんですから。そうだったんですか。しっかりサポートしますから、しっかり補っていきましょうね、小学校時代不足。あ、はい。昔のよしみでビシバシやってやるからな。それにしてもさ、ふっかけすぎだよね。駄菓子の値段が1000円なんてさ。甘い。駄菓子屋では学校などの常識は全く通用しない。そんな値段がすごくいい加減なんだ。これいくら、300万円なんていうのはザラだ。いや、それは駄菓子の値打ちを知らない初めての人は一体いくらなのか見当もつかず、すごくかもられてしまう。しかしこの世界ではかもることは悪いことではない。騙されて買ってしまったやつが間抜けなのだよ。間抜け。駄菓子屋は小学校時代の戦場だからな。戦場？大げさな。大げさなもんか。いいか、駄菓子屋で繰り広げられる一つ一つがまさにルール無用のバトル。バトル？そう、駄菓子屋は反則、八百長、裏切り、裏取引、泣き落とし、賄賂など真の何でもあり。何でもあり。小学生は駄菓子屋でしのぎを削り、社会で戦うためのスキルを積んでいくと言っても過言ではない。駄菓子屋という戦場を疑似体験することで、被験者の小学校時代の値を目標値まで上げる。それがこのプロジェクトなんです。ああ。どうした？いや、むしろ駄菓子屋って小学生の憩いの場なんじゃないの？貴様、そんな意識では生き残れんぞ。え？いいか？疑似体験とはいえ、これは自分との戦い。本気でやる場面で何が憩いだ。あ、はい。
カルビ課長。なんだ。僕思うんですが、こいつにはこの設定合わないんじゃないですかね。何？ああ、いや、駄菓子屋ってのは悪くないと思うんですけど、値切りの交渉っていうのが。どういうことだ。同期の僕から言わせてもらえば、こいつは昔から相手にどんどん踏み込んでいくずうずうしさや強引さって持ち合わせてないんですよね。確かに押しが弱いのが外見からもわかります。すいません。いや、謝るところじゃないですよ。何かいいアイデアはないものか。課長、こういうのはどうでしょう。なんだ。駄菓子から直接小学校時代を供給するんです。直接？はい。小学校時代って突き詰めれば懐かしさっていうところだと思うんです。まあそうだな。懐かしい駄菓子を食べることで小学校時代の値を高めるんです。確かに駄菓子の安っぽい味には懐かしさを感じるよな。なるほど、いいじゃないか。やってみよう。ありがとうございます。で、一体何を食べるというんだ。私の調査では栗子さんの年代で最も懐かしさを感じるのがこれ、豚麺と解明されました。お、豚麺。おー、よく食べたよな、豚麺。まあ、うん、確かに。栗子さんの年齢、身長、体重、血糖値などを元に計算した結果、栗子さんに1日に必要な豚麺の量はこれだけになります。小池屋、駄菓子の棚から奥から山に積まれた豚麺を出してくる。こんなにあるんですか。はい。結構あるな、これを1日で。さあ、栗子さん、どんどん食べましょう。豚麺を食べる戦い、名付けてワンコ豚麺チャレンジ、略して WBC。 じゃあ始めましょう。待って、こんなに食べられないですよ。大丈夫です、苦しいのは最初だけですから。何言ってるんですか。最初だけでも苦しいのは嫌ですよ。やってみなきゃわからないだろ。やっても見ないうちから弱気になるな。いや、いらなくなって結果は見えてます。どうしてもダメですか。無理です、こんなに食べたら逆に体壊しますって。そうですか、残念。いいアイデアだと思ったんだけどな。あの、こういうのはどうでしょう。なんだ。福本、僕は小学校時代の醍醐味って秘密の共有だと考えます。秘密の共有、どういうことだ。はい、小学校時代って自分たちだけの秘密っていうものに燃え上がると思うんですよ。秘密基地とか秘密の抜き道とか交換日記とかもそうですね。それで駄菓子屋ならではの秘密を解き明かしていくようなものならこいつも楽しんでできるんじゃないかなって。ほうほう。駄菓子屋が持つお宝が隠されているようなちょっと秘密めいた雰囲気、そこでお宝を得るために試行錯誤する、これこそ小学校時代の醍醐味ではないでしょうか。そうか。うん、なかなかの案だ。小学生が秘密を好むというのは確かにある。そうでしょう。駄菓子屋にはギャンブル要素を含んだものもたくさんあるしな。そうです。いけないことをしつつ小学校時代は成長していくんだよな。そうです。体中を駆け巡るスリルを感じる日々、これこそがまさしく小学校時代。そうです。山の中に捨てられた絵の本をこっそり見るような。それはちょっと違います。面白そうじゃないか、スリル。ありがとうございます。で、どうやるんだ。合言葉です。合言葉。合言葉のやり取りを通して小学校時代の値を獲得していくんです。なるほど、面白そうだな。え、大丈夫ですか。そんなんで小学校時代の値が上がるんですか。上がります。言い切った。さあ、やってみよう。大丈夫ですかね。大丈夫ですよ、合言葉を覚えてしまえばいいんですから。いや、でも。よし、じゃあ準備に入ろう。はい。3人準備に入る。福本、エプロンをつける。準備はいいですか。じゃあ始め。福本、椅子に座りながら見せ玉をしている。カルベ、剣が入ってくる。いいか、まずは俺が行く、後に続け。いいな。了解。カルベ、入店する。店内を見回す。いらっしゃい。何がある。何でもありますよ。12ゲージオートローダーを。イタリア製だ。手動にも切り替わる。レーザーサイト付き45ロングスライド。新製品だ、入ったばっかり。こいつはいいよ。引き金に触れると赤いビームが出る。そいつを目標に撃てば100発100中。なんか他には。射程400可変式プラズマライフル。ここにあるもんにしてくれ。ウージー9mm15。お客さん詳しいね。どれも家族を守るには最適だ。それでどれにする。全部。今日は店じまいにするか。拳銃は登録に15日かかるけど、ライフルは今日持って帰れるよ。カッチャ、ちょっとダメだよ。いいな。バーン。福本倒れる。カルベ、そのままの姿勢で動かない。しばらくすると福本起き上がり。よし、合言葉は合っているようだな。いいだろう、ついてきな。カルベ、福本、ターミネーターのテーマを歌いながら奥へ去っていく。デデスデデデスデデスデデデス。待って。なんだ。え、今の合言葉長すぎる。覚えらんないよ。長すぎるってみんな知ってんだろ。え、ターミネーター、アラモテポーテンテのやりとり有名だよね。うん、知らないよ。何言ってんだ。ターミネーターって言ったら SF アクション映画の金字塔だよ。ターミネーター
知らないなんて、どんな寂しい小学校時代を送ってんだよ。ジェームス・キャメロン監督と大物俳優シュワルツネッカーの名を世界に轟かせた大ヒット映画を知らないとは、なんと嘆かわしい。いや、知ってるよ、ターミネーターは。そんな場面のセリフまで覚えてないって言ってんの。あんなにテレビでやってた。一字一句覚えてない方がおかしい。小学校時代って言ったら、シュワルツネッカーとシルベスタ・スタローン、どっちがいいかで大論争をしたもんだ。私はシュワちゃん派です。あー、さあ、やってみよう。何事もチャレンジだ。ほら、じゃあせめて紙に書いてくださいよ。覚えますから。それはダメだ。どうして？熱量が減るから。はぁ、大丈夫だけん。シュワルツネッカーは俺たちの細胞にまで染みついてる。染みついてないよ。困ったなぁ。これもダメ、あれもダメか。どうしたもんでしょう。これでは前に進みません。こうなったら WBC しかないんじゃないですか。やっぱりそれしかないか。そうだな、そうしよう。私持ってきます。だから無理だって。あたりを食べれるわけないでしょ。いえ、人間の胃は思ってるより伸びますから。嘘をつけ。ほら、テーマ曲でも聞いてテンション上げて。福本カルベ、ターミネーターのテーマを歌いながら健康を破壊締めにする。こいつや、ワンコそば状の豚麺セットを運んでくる。剣、我慢の限界いたし、破壊締めを振り払う。もうやだ。じゃあもういい。別に小学校時代取り戻せなくていい。栗子さん、さっきも言いましたが、小学校時代が足らないっていうのは過労死につながる危険な状態なんですよ。そうだよ、ほっておいてどうにかなる問題じゃないんだよ。そうそう、やってみなくちゃ。やってみなくても分かるんだよ。帰ります。帰って寝ます。おいおい、明日も朝から仕事なんです。少しでも体力を戻したいんです。小学校時代より今なんです。栗子さん、いろいろと心配してくれてるのは分かってます。それはありがとうございます。でも、もういいんです。また仕事をくれたら迷惑かかるし、もう周りに迷惑かけたくないし、もうそれが一番なんです。ケンちゃん、すいません、帰ります。待ってください、栗子さん。ケン、出口を歩いていくところ立ち止まる。小池屋、駄菓子の棚から駄菓子を持って歩み寄って渡す。これは知っているでしょ。駄菓子の王道、うまい棒。それは知ってますけど。栗子さん、うまい棒ってなんで10円か知ってますか。時は第二次オイルショック。安価なお菓子がどんどん世の中から姿を消している時代。お菓子を買うことができない子供たちを喜ばせたいという思いから10円で誕生したんです。そうなのか。駄菓子はみんなそんな子供たちを助けたいって思いから生まれてるんです。私たちも同じです。働き疲れて苦しんでいる、そんな人たちを助けたいっていう思いでやってるんです。ふざけてるようにしか見えないかもしれないけど。小池屋さん、栗子さん、もう一回チャンスをくれませんか。栗子さんの小学校時代取り戻すの手伝わせてくれませんか。ケン、言葉を受け止める。よけし、うまい棒を力いっぱい噛み切る。もう一回だけですよ。栗子さん。ケンちゃん、よく言った。課長、私は今猛烈に感動している。よくぞ踏みとどまった。君の決断に私たちは敬意を表する。カルベさん、やろう。今度こそ全員の力で栗子さんの小学校時代を取り戻すんだ。ああ、五人団結する。それで次はどうしましょう。それなんだが、不思議体験にかけてみようと思う。不思議体験、ほら、子供の時になかったか。街で今まで見たこともないすごいところを見つけたけれど、次の日行ったら二度とたどり着けなかったこと。ちびまる子ちゃんでもありましたね。そうなの。第81話、まる子幻の洋館を見る。へー、小学校時代だから出会えた不思議な体験を味合わせ、小学校時代を取り戻すんだ。おぉ、いいと思います。そう思ってくれるか。で、具体的にどうやって。栗子、いや、ケンはふとしたことで不思議な世界に迷い込んでしまう。そこは八百万の神が憩う駄菓子屋。ケンは元の世界に戻るために駄菓子屋で働くことになる。ケンは名前を取り戻し、元の世界に帰ることができるか。それで名付けてケンとクリコの神流し。パクリじゃねえか。 No! No パクリ。 This is homage。 何がオマージだ。いいんだよ、パッションがあれば。パッションだけがオリジナリティを築き上げる。いいこと言った。お前意味分かってんのか。分かんない。おい、クリコさん、大事なのはスタンスですよ。流し屋の世界を生き抜く、このスタンスさえ守れればやり方なんてどうだっていいんですよ。分かりました、やります。やっておるじゃないですか。よし、
その意気だ。僕たちは何しましょう。英子ちゃんが駄菓子屋のババアで俺が客、福本はババアに使える部下ってところで。了解。なんかワクワクしますね。さあ準備準備。それぞれ位置につく。じゃあ行くよ、スタート。空間が変わる。やや暗い雰囲気兼迷い込んだ様子。すいません、誰かいませんか。うるさいね、静かにしておくれ。あの、なんだい。ここで働かせてください。バカなおしゃべりはやめてくれ。お前みたいな中年に何ができるのさ。ここはね、八百万の神様たちが集う駄菓子屋なんだよ。それをなんだい、豚のように食い散らかして。お前も元の世界には戻れないよ。ここで働かせてください。まだそれを言うのかい。お前みたいなグズでのろまな中年に仕事なんかあるもんかね。お断りだね。それとも何かい、一番辛いきつい仕事を死ぬまでやらせてやろうか。ここで働きたいんです。まあいいだろう、そこまで言うなら働かせてやる。名前は栗子健一郎です。健一郎、贅沢な名だね。今からお前の名前はケだ。いいかい、ケだよ。分かったら返事をし、ケ。はい。福はいるかい。お呼びでしょうか、エバーバ様。福、気安く呼ぶな。私のことは福様と呼べ。すいません、名は何という。ケです。ではケ、来なさい。はい。ケ、福、離れたところへ歩いていく。ここなら大丈夫だろう。え、エバーバはあの駄菓子屋を根城とし、住人の子供時代を鍋に練り込み食べ支配しようと目論む魔女なんだ。魔女、これを持っておいき。これは当たり券。娘の机を掃除していたら引き出しから出てきたんだ。娘、いや、なんでもない。とにかく困ったことがあったらこの当たり券に念じるんだ。ありがとう。福本、伸びた歌麺を渡す。お食べ、何も食べなかっただろう。食べたくない。元気が出るようにまじないをかけてあるんだ。お食べ。怖かったよ。さあ、お食べ。ケン、どこにいるんだい。お前の初仕事だよ。はい。ケン、移動する。小池屋が来る。いいかい、これから来るお客さんを世話するんだよ。わかりました。カルベ入ってくる。その姿は黒装束で包まれている。あの人は金なしだよ。金なし。友達としさに大人買いして自分も駄菓子屋も破滅させる、とんでもないお腐れ様さ。頼んだよ、ちゃんともてなしておくれ。ちょっと。おいきやさる。いらっしゃいませ。何にしますか。これですか。これもですか。カルベ、駄菓子を大人買いする。大量の駄菓子を抱えるカルベ。欲しくない、いらない。えっ、そんなことしなくても友達になれない。大丈夫。驚いて腰を抜かすけん。友達、あれ、友達。おかしい、おかしだろ、それ。あれ
り、片っ端からお菓子を食べ尽くして去る。その距離はだんだんと縮まっていく。けん、疲れて倒れる。福本抱き起こし、肩で担いで走る。しかし、とうとう追いつかれる。うわぁ、ここまでか。なんか急に苦しみだしたぞ。あの痛がり方は、もしや虫歯、虫歯？駄菓子の食いすぎでひどい虫歯が悪化したんだ。なるほど、さっきまでのお菓子が効いたんだ。よし、この隙に逃げよう。どうした？僕、逃げるのやめる。どうしたんだよ、急に。僕思うんだ。ここで、こいつを見捨てていくことは、今までの自分を見捨てていくことと同じだって。はぁ？こいつは僕なんだよ。虫歯になるって分かっててお菓子を食い続けるこいつと、過労で倒れるって分かってても仕事を休めない僕は同じなんだ。そんな。僕はこいつを助ける。おい。小池屋さんが言ってただろ。うまい棒は子供を助けたいって思いから生まれたって。え？苦しんでる人を放っておかない。僕もそんな風になるんだ。ケンちゃん。違う。今は駄菓子屋従業員。ケラ！おぉ。僕はもう逃げない。金なしを救ってみせる。よく言った。エバーバ様。けど福、その方はお腐れ様ではないぞ。クレを使い、小池屋、魔法を念じる。ねるねるねるねが、強力なロープに変わる。剣、カルベの葉に結びつける。剣と福本、ロープを強く握る。で、虫歯を抜いてしまうんだ。はい。小池屋一同、心を込めて引けや。えいや、それ。それ、それ。さあ、決まるんだよ。それ、それ。力を込めて引くが、なかなか虫歯が抜けない。逆に引っ張り壊れそうになっている。そう、ね、しっかりしろ。力が出ないよ。何言ってんの、もう少し、もう少しじゃないか。そう、あと少しだってより。ケン、これを食べろ。うおー、グレイトー。そーれー、やー、歯が抜ける。その場に倒れ込むカルベ。やった、よくやったね。ありがとう、ありがとう。それにしても、さっき食べさせてくれたのはこれか。あ、グリコ。一粒300メートルの力だ。喜ぶ三人。気がついたようだな。すまない、お腐れ様になっていたとはいえひどいことを。これからは皆さんに迷惑をかけぬよう、ひっそりと暮らすよ。金なし、待って。これは当たり券。駄菓子屋の当たりは買った店でしか交換できないんだ。またおいで。おお、あっぱれ。祝福される券、場面が元に戻る。いいんじゃないですか。よし、測定だ。はい、小池屋、計測をかける。できました。おお、やりましたね。わあ、これなら十分に小学校時代不足が解消できたと言えるだろう。すごい、すごいですよ、栗子さん。ありがとうございます。皆さんのおかげです。みなぎってんな。小学校時代取り戻したら、こんなにパワーがみなぎるとは。すごいな、小学校時代。甘く見れないだろう、小学校時代。ああ、甘く見れない。いやー、よかった、よかった。今だったら挑戦できると思います。え？ワンコブタレチャレンジ。おお、もっともっと供給しますよ、小学校時代。その意気だ。私も負けてられません。盛岡旅行で身につけたワンコさばき見せてあげますよ。じゃあ準備しよう。準備をする。じゃあ行きますよ、よーいスタート。福本カルベがターミネーターのテーマを歌う中、ケン、ワンコそばの要領で豚麺を食べていく。小池屋、ワンコそばの店員のように掛け声、はいどんどん、はいじゃんじゃんなどと声をかけながら豚麺のおかわりを置いていく。そんなことをしながら、マーク！